ドナルド・ゲイリー・ヤングドナルド・ゲイリー・ヤングは、アメリカの連鎖販売取引の会社で、製油及び関連製品を販売する、ヤングリビング社の創業者、社長、元最高経営責任者、著作家として知られている。1949年7月11日に、アイダホ州サーモンで生まれ、アイダホ州シャレーで育ち、シャレー高校を卒業した。卒業後、 カナダのホームステッド法で取得したブリティッシュコロンビアの土地に移住した。ヤングによると24歳の時事故により車椅子での生活を余儀なくされた。この彼の主張を証明する医療診療記録は存在しない。リバビリテーションをする中で大体医療に興味を持ち、声優により痛みが和らぐという経験をした。ヤングはメアリー・ビリーターと結婚してヤコブ。 ヨーゼフという二人の息子がいる。2018年5月12日、脳梗塞による合併症のため、ソルトレークシティにて死去。68歳没。1982年、ヤングの娘は水中出産中に溺死した。死因は酸素の欠乏によるものだった。ヤングはそれ以前にも同様の水中出産を計画して、 健康検査官と検察官から警告を受けていた。州当局はヤングと前妻のドンナを幼児障害を行った場合には告訴すると告知していた1983年覆面女性警察官がヤングに水中出産を依頼した。ヤングは水中出産は断ったが彼女に胎児検診を がん治療を彼女の母親に施し、ワシントン州警察に無免許での医療行為により、逮捕され、有罪判決を受けた。ヤングは1986年バーナディアン大学で、ナチュロパシーの博士号を取得したとしているが、バーナディアン大学は学位を付与する権限を与えられていない通信販売制ディプロマミルと言われる教育機関である。ヤングは卒業後アメリカンインスティチュートオブ。 フィストリジェンナーラジーを卒業したとしていたが、後に創設者及び研究所職員が彼の主張を否定し、ヤングも彼がこの研究所を卒業したことはないという主張を認めた。1986年から1987年には、ヤングはメキシコのティフアナでロサリタビーチクリニックを経営していた。このクリニックは郵送による血液分析を行っていた。 ロサンゼルスタイムズの告発によると、記者がこの診療所に猫や鳥の血液を人の血液と称して送ったところ、分析の結果、肝臓等に問題が発見されたとされ、在宅デトックスプログラムを進められた。それらの血液は、経験を積んだ血液病理学者には容易に人の血液と区別されるものであった。1989年にギャングは、 ワシントン州スポケーンで植物の栽培をはじめ、上流設備を2つ設置した。1993年ユタ州のリーハイに拠点を置く、ヤングリビングエッセンシャルオイルが設立された。この会社は、アメリカユタ州、フランス、エクアドルに農地を持ち、連鎖取引販売で製油を販売する。2016年ヤングリビングは、2015年の売上高のは1億米ドル超でありが、 最大の生油会社であるとしている。ヤングは、アロマテラピー、健康、スーパーフードなどに関する著者がある。アンイントロダクション2ヤングリビング、エッセンシャルオイルズ。ありがとうございます。